ました、原発クッキング。今日やる料理はね、もうね、なんかね、とりあえずなんか焼きそば食べたくなっちゃいました。ということで、このね、定番のマルちゃん焼きそばを使ってオウム焼きそばを作りたいと思います。はい、今日のね、材料積み行きたいと思います。今日のね、まあ、主役ね、このマルちゃんの焼きそばね、一袋、それから豚の、バラ肉ね、これ 80g、もやし 100g、玉ねぎ4分の1、ピーマン1個ね。はい、あと、そのね、オム焼きそばってことで卵3つね。はい、これだけでーす。はい、じゃあね、早速調理の方行ってみたいと思います。はい、油大さじ1杯。はい、ここにね、はい、豚肉ちゃんパン入れてよいしょ。あ、豚肉ちゃんにね、だいたい火が通ったらね、はい、玉ねぎ投入。はい、はい、玉ねぎにね、少し火が通ったところで、はい、もやし投入ね。はい、いい感じ。はい、はい、そしたらね、もやしに油が回ったところで、はい、はい、麺投入します。はい、よいしょ、いい感じ。はい、こんな感じでね、麺がね、しっかりほぐれてね、でね、お野菜なんかもね、8割になった、火が通ったら、はい、ここでね、はい、付属のね、焼きそばソース入れちゃいます。うん、うん、いやー、このね、もう丸ちゃんの焼きそばね、昔から大定番なんですけどね、もう間違いないです。めちゃくちゃ美味しいです。もうね、このままね、食べてもね、十分ですけどね。はい、こんな感じでね、はい、美味しそう。はい、こんな感じでね、全体にね、味がしっかり馴染んだら、はい、完成ですね、焼きそばをね。はい、これお皿盛ります。よいしょ、よいしょ。わあ、もうね、この状態でね、もうめちゃくちゃ美味しそうですよ。今日はね、これにね、卵、ふんわり卵ぶっかけちゃいたいと思います。よーし、はい、改めましてね、はい、フライパンもう一回洗い直して、はい、しっかり鍋温めたらね、はい、油大さじ1杯、はい、入れます。よし、そしたらね、卵ね、3個ね、しっかりかき混ぜて、じゃじゃじゃん、入れます。はい、入れたらね、こんな感じでね、箸で回しながら、はい、よいしょ。はい、こんな感じでね、全体的にね、揺らしながら半熟状態作りますね。はい、いい感じです。はい、こんな感じに半熟になったら、これを焼きそばの上にぶっかけちゃいたいと思います。よいしょ、はい、こんな感じで、ゆるゆるちゃんの卵、シャシャシャって、はい、はい、ぶっかけて、はい、こんな感じ、見た目まんまる。はい、こんな感じね、半熟トロトロ、おいしそう。こんな感じのね、はい、オム焼きそばに、シャイ仕上げに、はい、ケチャップピアンぶっかけて、はい、今日はね、マヨなんかも入れちゃおうかな、マヨちゃんも、ヒューって、はい、はい、マヨもぶっかけて、はい、ちょっと彩りに乾燥パセリちゃんもね、ちょろ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 っていう感じで、よいしょ、はい、完成しました。今日のね、かわいいね、このね、オウム焼きそばの完成です。おいしょー。よし、早速ね、食べてみたいと思いまーす。これですよ、こんな感じ。もう見た目、これ焼きそばなんだか中がご飯なんだか分かんないですけど、これ、いや、オム焼きそばでーす。半熟トロトロオム焼きそばでーす。
じゃあね、早速食べてみたいと思います。その前に今日もチューハイタイム。今日もお腹すきましたね。今日も一日お疲れさんでした。乾杯。あお、惜しい。よしよし、これですよ。もう見た目オムライスなんですけど、これは実は焼きそばです。じゃあいただきたいと思います。こんな感じでトロトロタルタル焼きそば、焼きそばいただきます。うん、おいしい。いやー、このもう焼きそばなんかもうマルちゃんさんのね、もう最高に美味しい焼きそばなんで、もう間違いないですけど、これに半熟トロトロ、卵を加えてめちゃくちゃ美味しいです。うん、最高。このね、トロ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 卵と焼きそばの相性最高です。うん、イエーイ。もう間違いないっすよ、これ。本当にこのソース味とこのね卵相性抜群でーす。美味しいでーす。今日のね簡単料理、この簡単オムレツは、今日も大成功でーす。皆さんありがとうございます。簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。